どうもこんにちは、ロンチパッドミニの続きをやっていこうと思うんですけども、今週は、ね、ゆるゆると何かやっていく予定でいます。あまりねがっつりやるのはちょっと厳しいということなんで、休み明けなんでね、ちょっとゆるゆるとやっていこうと思います。休みに入る直前くらいにですね、プレイライトっていう読み方わかんないけどを使ったテストっていうのはどうなんですかねっていうコメントをいただいたので、ちょっとそのあたりをねやっていこうかなと思います。てかこれをね先にやっておけばよかったんですけど、今テストがほとんどない状態でテストを書いてるので、テストを書いてるというか、リファクタリング的なことをやってるので、あんまりそれ良くないんですね。でテストをまがいなりにも何か書いた上でリファクタリングするっていうのが一番いいので、本来はこれはエンドツーエンドのテストになるんですけど、つまりは、普通に画面を立ち上げて画面のどっかをクリックしてこうなるよねみたいなのをテストするっていうやつなんですけど、なのでこれはね、これはなんか有名だったらセレニウムとかに近いやつだと認識してるんですけど、ブラウザを自動で操作して画面ポチポチして、なんかここにタイトルがこれになってるとか、ここにこういう文字が出てるとかっていうのをチェックするっていうやつですね。でこれがなんかいいらしいので、ちょっとこれをね勉強していきたいんですけど、これをね今週は、初期設定なりいろいろやりたいというのがあります。はい、なのでこれをやっていきたいんですけど、前回ですね、もうかなり昔の話になってしまうんですけど、テストがねうまくいかんぞという状況でした。ボタンのテストだったかな、ボタンのクリックのテストがうまくいかないぞっていうことで苦戦してたんですけども、うまくいくようにする方法があって、それをちょっとね実装したので、その話をチロッとしたいと思います。でこれレンダーのとこでコンテナを受け取って、このコンテナに対してゴニョゴニョとかやってたんですけど、それが良くないみたいなんで、必ずスクリーンを介して要素を取ってきて、その要素をクリックするとかっていうのをやってあげないと、このちゃんと動いてくれないということみたいです。要はなので、ゲットバイロールで指定のエレメントを取ってくるっていうふうに変えました。でこれトップビューっていうのはホワイトボタンに書いたんですけど、このロールっていうのはね、ディブタグはこのロールで取ってこれないっぽいので、多分なので必要なところにこのロールイコールなんちゃらっていうのをつけて、あトップビューっておかしいねこれね、あこれトップなんだな、これが上に出てこれが下に来るんですよ。でアニメートピングが走るんで、ホワンホワンっていうねアニメーションが裏でかかるっていう意味でトップビューにしてるんですけど、このトップビューを取ってきて、こいつをクリックするとオンクリックが動くんで、こいつをクリックしてよというのをユーザーイベントに対して教えてるっていうことですね。でそうすると To be called times が0から1に変わるんで、あ1回呼ばれたねというのが分かると。でクリックはね、クリックしたら呼ばれたねっていうのが分かれば、その後の処理は知らんっていうことなんで、このホワイトボタンに関してはね、でこういうことにしたいと思います。はい、なのでこのアニメートピングがあるよねみたいなのもコンテナじゃなくって、スクリーンに対してこのアニメートピングがあるところっていうのを必要であればもうしょうがないんで、このロールを追加してやるっていうのが多分正しいやり方だと思います。テストをするのに必要な情報にアクセスできるようにしとかなきゃいけないっていうことですね。まあテストのためなんで、まあ多少ね本体に修正を入れるのはしょうがないというふうに見るしかないんじゃないかと思います。はい、なのでまあこの赤線、今これまあ動いてるんで一旦このままにしますけど、本来はなんかこういう感じでね、ゲットバイロールで取ってこれるようにうまいことやるというのがいいんだと思います。これロールつけておくとアクセシビリティ上ここにアクセスできるようになるとかいう利点もあるはずなんで、これがね正しいんだと思われます。はい、ということで今日はこのプレイライトっていうやつを入れて、何て読むんだろうね、
マイクロソフトが作ってるらしいんですけど、はい、まあ見ていきましょうか。全くね、どうですかねって言われただけで見てないんですけど、劇作家っていうのがこのプレイライトっていう意味ですね。はい、テストランナーとして使えますよと。で、エンドツーエンドのテストを作るために作られたということで、まあいろいろできますよということで、インストレーションをやればいいか。VS コードで入れれるらしいんだけど、なんか必要なんだろうか。他には、イニットコマンドでできるってことなんで、これでいいか。マニュアリーでいいね。マニュアリーで入れましょう。はい。なんかこれをやると多分、初期設定のプロジェクトが作られるんで、プロジェクト、ルートディレクトリー、そうですね。初期設定がされたプロジェクトが作られるんで、パッケージ JSON とかもろもろできるってことだと思います。ちょっと今はね、もろあるので、これをやればいいのか。プレイライトのテストってやつを、まずはインストールするということですね。後ろのやつが取れた気がするな。なんか今朝来たらボロボロ後ろが取れてたんですけど、直したんですけどちょっとダメだったかも。取れてんね、ここがね、取れちゃった。なんかコンクリなんでね、でも借りてるところだから、こうバチンとね打ち付けるとかやりたくないんで、テープで、両面テープで貼ってたんですけどダメだったかな。なんだっけ、あとインストールするか、バッシュ、これでいいんだね。こっちね。はい。でさっきのテストはボタンズのテストをやってあげると、パスします。これも書いてあるけどね、クリックも通りますということになって、うまくいきます。で NPM で、プレイライトテストっていうのを、デブに入れるということで、初期設定の1段目完了ですね。はい、で NPX プレイライトインストールっていうのをやると、サポートブラウザーを入れるらしいんで、一旦やってみようか。Chromium をインストールしたりするんですね。 Chromium だけでよかったんだが、エレクトロンなんだけどねエレクトロンもこいつでテストができるらしいので、ちょっとね、多分このはいらなかったかもしれないね。 Firefox とかあってもしょうがないんで、はい、まあいいや。で、ファーストテストを作りましょうってことなんですけど、まあやってみるか。はい、これはテスト関係なしというか、エレクトロン関係なしに一旦ね、テストを作ってみようと思います。これはね、どうしようか。ソースか。ソースのテストの中に、いいか、ここで。PW テスト。プレイライトテストですね。テスト TS っていうのを作り、貼り付けるということでいいのかな。はい。これ、プレイライトにテストっていうのがあるんですね。で、ページをもらって、でページ GoTo でここに行って、でページロケーターでこれを取って、ナビバーのナビバータイトルですね、ナビバータイトル取って、タイトルがプレイライトとを含んでるよというのをエクスペクトしてるということですね。はい、ページは使ってるんだが、なんで起こってるんですか。ページインスタンスクリエイトフォーイーチテスト、プロミスを返すんだが、コールバックを返してないから、プロミスボイドって書けばいいってこと。そういう話じゃないのか。よくエラーコードを見ろってこと。
ですね。テスト、まあ、クイックフィックスすればわかるか。あ、ディセーブルするだけか。まあいいか、じゃあ、はい、まあこれで、おっと大丈夫かな。なんかいろいろダウンロード、ウェブキットもダウンロードしてきたみたいですね。npm、n、 どうやってテスト動かすんだこれ。 npx プレイライトテストかで、テスト、違うソースのテストの、pw テストをやってあげると、ノーテストと言われちゃったけど、ノーテストだって。あ、スペックとかにしなきゃダメなのかな、なんかそんな気がするんで、スペック TS っていうのに変えておきましょう。はい、これで多分スペック TS を、あ、そうですね、このドットスペックドット TS じゃないとダメなんだ。うまく動きました、うまく動いたんですが、ヘデットっていうのをつけると多分ブラウザーが出てきて動いてくれるということでしょうね。あ、来た来た来た、あ、一瞬で終わっちゃったけど、これで、これオプション許可しない、許可しないでいいか。はい、こんな感じで、動きましたということで、実際に裏側でブラウザを立ち上げてやるということになってるっぽいです。ここはコンフィグレーションがいろいろあるよということを言ってますね。テストコンフィグで、まあ、なんかいろいろ設定ができるみたいですね。 Chrome と Firefox と WebKit とみたいなことを指定できるみたいですね。あ、うん、はい。でテストをやると、あ、なるほど、3つプロジェクトを書いておけば複数ブラウザを一気にボボボンとテストしてくれるということなんですね。便利だな。なるほど。でライティングアサーション、アサートの書き方は、こう書くよということなんですけど、エクスペクトで、ビジブルかとか、アトリビュートに、これが入ってるか、アトリビュートがこれかか、ストリクトリーイコールだから、href がスラドックスライントロだかっていう確認がこれでできたりするみたいです。ページロケーターでエレメントが取ってこれるんですね。でそれが配列だから一番最初のやつっていうのを取ってきて、それの href がこれかっていうことができると。はい、でページに対して to have title とかもできるよという感じですかね。はい、で using test fixtures、 ブラウザコンテキストがあるらしいけど、コンテキストってなんだろうね。ブラウザー、ページとブラウザーがあるんだね。ページはタブだと思いますね、多分。ブラウザーは全部なんで、なんかタブを切り替えたらどうこうみたいなのはこいつでやったりするんじゃないかと推測してます。はい、using test hooks、 test hooks、 あ、フックか、あ、before each とか使えるよと。その時はテスト describe っていうので囲って、やるとできるということか。なるほど。で VS コードのエクステンションがあるので、ああ、なるほど、すごい、ああ、こんな感じで見れるんですね。動いて、どこ動いてるよっていうのがすごいね。これはなかなかいいかもしれない。はい、という感じかな。でデバッグステップバイステップもこれでできる、あ、
すごいね、ブレークポイント つけて実行できるんだ、これは便利だ。でレコードもできる、すごはあ、ははあ、なるほど。レコードもこれは VS コードのエクステンションでできるんですね。そうすると自動でコードになってくれるということっぽいですね。便利。でチューンセレクターズ、セレクターを、おお、実行中に止めてセレクターを直接いじるとそこにハイライトされるんだ。すっげえな、めっちゃ便利じゃん。うん、いいですね。でコマンドラインでテストか、シングルテストか、複数のテストをこれで、あ、セットオブテストファイルズ、そうですね、とかができるよということで、パラライゼーション、ワーカーいっぱいやるといっぱい起動してできたり、プロジェクトで Firefox やったら Firefox になったりするよというようなことですね。はい、こんな感じなんで、これがプレイライトの概要ですね。でこいつを今回はエレクトロンをテストしたいんで、エレクトロンで使うにはどうしたらいいかっていうのをね、ちょっとだけ調べて今日終わろうと思います。プレイライト、エレクトロン、はい、かなりね休みが長かったんでリハビリが必要だという感じです。あ、なんだ、エレクトロンっていうのを取ってきて、エレクトロンアップをローンチして、そいつがエレクトロンアップになって、イバリエートして、ゲットアップパス、アップパス、アップパス、ファーストウィンドウを取ってくるんだけど、今回のやつってウィンドウないんですよね、立ち上げたばっかりは。だからなんかフックを入れるかなんかして、引きす、うん、なんか自動でね画面が立ち上がるようなことをやってあげないといけないかもしれないですね、多分。でまあそれをやるとウィンドウが取れるんで、そのウィンドウに対して、いろいろアクリックとかできるんだ。はい、をやればいい。あ、すごいね、簡単だね、意外とサクッといけるかもしれない。次回はねこれをやって実際にできるかっていうのをやってみたいなと思います。はい、ということで今日はこんなもんで終わろう。はい、ということで今回は以上。次回お楽しみに、チャンネル登録、高評価お願いします。では。